ああ、こんばんは。ちょっと待ってね。ツイートしますね、先。こんばんは。ミユが書いてくれてるじゃないですか。よし、こんばんは。岡村真奈です。サワディーカーちゃんちゅうマナティーカーせーのマナティーありがとうございます。こんばんは。キャズエビヒラッチーもっとヴァンパイア堂島無敵エステイさんもっとハートありがとうラッセルホークペンさんまえちゃん松村さんみゃみゃみゃともやすくんキャノンブルヴァンパイアジョニーさんレアだねジョニーさん。ご存知 V フォンド誰か拾ってにはマルクさん隠れファンさん栄作ドンちゃんマルクさん桜ありがとうりっくん松村さんだるまと桜ありがとう月広ああおもろい欲がだけで白米さんはいありがとうハナンウーナンさん こんばんはヴァンパイアだるまありがとうトモトムさんご存知桜ありがとうみゃみゃみゃ綺麗ありがとう月広どんちゃん桜ありがとう月広グーグーありがとうキャノンブルハートありがとうトモ桜ありがとう横浜くんナムユウキさん竹銭コンサこんばんはありがとうございますこんばんはサディかですねよいしょ本当行ってきますあら行ってらっしゃいませということで皆さん予告があユーノだユーノシューティングスターもありがとうみやびさんこんばんはありがとうございます吉弘さんこんばんはありがとうございますいよいよね3月30日 NHK さん NHK 総合さんにて放送されますタイドキュメンタリーが崖っぷちさん世界のどこかで再デビューの予告が本日公開されましたイエーイかいこんばんはみやびさんハートありがとうすごいですね本当にねなんかもう結構ジーンときて アッシュだチャーありがとうございますそうすでにねすでにちょっと早いんだけどどう考えて、まあ、早いんですけれども、わかる、いよいよ感あるよね。ちょっとだけ TikTok も一緒にやっとこうかな。そうなのよ。これこっちの方がいいな。もうな、まあ、ほんと、もらっていいらしい。よかった。どうも、誰もありがとね。いや、早いんだけどさ。ね。本当今井さんこんばんは全然私結構メガネだけどよいしょ危ない30日 NHK タイドキュメンタリー23でしかもあれなんですねキングダムの前なんだね知ってた
キングダムの前らしいです。秀丸こんばんは。うん、過ぎないように。ひろふみこんばんは。さささあこんばんは。かい、お団子ありがとう。ゆうな、お桜ありがとう。おー、そうそう、あのキングダム、そうそう、のアニメがね、アニメがあるんですよ、 NHK さんでね、の前なんだって。23時ってトロトロハートありがとう。こんばんは。珍しくちょっと TikTok ライブもしちゃってます。うん、 TikTok のバトルしたいって。何 TikTok のバトルって。バトルとかあんの TikTok に。おもろい、全然やろう。何なの TikTok のバトルって。ありがとう今井さん、嬉しい。ブデン、アバター変わったね。ごとね、さくらありがとう。こんばんは。デイバイデイ、どんなスピードで追いつけたら。竹泉さくらありがとう。ということで皆さん、待って、これどうやってやるんだったっけ。なんかね、テキスト投票じゃなくて、お絵かきクイズじゃなくて、あ、これだ。3月30日、 NHK 対ドキュメンタリー、23時から。ピン止め、ありがとうございます。ルンルン誰もありがとう。あ、とんでもないですよ。昨日は畑さんと、美穂全然やろう。いつやってんのそれ。ギフトとかはそんなあれですけど、ギフトとかはそんなあれですけれども、ぜひぜひやりたいですね。こんばんは。23時、3月30日の23時からタイのドキュメンタリー、タイに行ったドキュメンタリー、世界のどこかで再デビューが放送されます。あれの前なんですよ、キングダムの前なんだけど、ちょうどキングダム見てるよって方いらっしゃったりしませんかね。すごい、待って、83人も見てるんだけど、みんなこれ TikTok 来て。急にどうしたん TikTok。 今日そんな漏れてない日にさ、あれですよ、そんな漏れてない日にやめてください。サーディーか、見るよ、ありがとう。ぜひ、あれ、固定したはずのコメントがなくなっちゃった。固定したはずのコメント出てくんのかな、これって。みんなには、あ、タイだ、ヤッホー、サウディーか。そうなんです、ケンザブローさん、ユッキーこんばんは。そうなんですよ。いや、ほんまに今日ね、予告が、いよいよ発表というか、予告が30秒のあれって、あの夢のあれ、あのあれじゃない。あのあれちゃいます。そう、今日予告がね、そうなの、キングダムちょうど最終回でもさ、最終回やからって別にちょっと前から NHK さんつけるとは、まあ、限らへんのが本音ですけどね。そう、でもでも、でもでもですね、本当にミッドナイトパーティーこんばんは。もう本当になんか、いよいよオンエアなんだなって、ちょっとおばらありがとう竹瀬に。もう本当にいよいよオンエアなんだなってちょっと、あ、皆さんこのね、私のお顔でもどこでもいいので、画面を2回トントンってタップしてもらうとハートが出てくると思うので、ぜひタップお願いします。ありがとう。ごとね、これなんか腕輪ありがとう。腕輪っていうの、健三郎さんハートありがとう。そうなんですよ、なんか本当いよいよなんだなって、ちょっともうなんかね、言葉がうまく出ない感じで、もうそのオンエアの時は大丈夫だよ、練習してますから任せてください。絶対練習してますからね。もうあれを見ていただいたら分かる通り、本当にいろんなことがあった1ヶ月だったんですけど、もうね、うん、そう、あ、そうなんだ、お試しの時間の意味、そうなんだ。でも下手なことは言えないんだけど、結構 NHK さんって再放送も多いみたいで、安成こんばんは。そう、私知らなかったんだけど、 NHK さんって結構再放送も多いし、ドーナツありがとう、健三郎さんありがとう、おにぎり。再放送も多くて、で結構皆さんの意見が反映されやすいのが
NHK さんらしいんですよ。だから今言うのはまだ早い話になるんですけど、どう考えても。そうでもみんなの意見で、あの、あ、大好きこんばんは。みんなの意見で再放送ができる可能性めっちゃ高いので、めっちゃ高いらしいので、リアルにほんまに5回ぐらい、理想はね、マナの理想だよ、ただの私の理想はほんまに5回ぐらい、そうそう、マナベルこんばんは、5回ぐらい再放送できひんかなって思ってます。ほんまにでもない話では全然ないと思うんです。っていうのも NHK さん、私は総合で放送していただくんですけれども、全然 BS とかもありますし、 BS でも嬉しいじゃん。だってパーファリン、桜餅ありがとう。なので、あの、みんな次第で、その辺はその辺はね、マナーがどうこうするわけにはいかなくてですね、つぶやくのか番組のお便りなのか、ちょっと番組のお便りなんてまずあるのかな、ちょっとね、その辺も私のまだ勉強不足なんだけども、そうなんですよ、私の勉強不足なんですけど、そうだよね、再放送が何回もある番組もあるんだって。実際4回5回ある番組もあるらしくて、現状は本当に再放送とか何も決まってないというか、当たり前にね、そうそう、当たり前に、あの、何も今は普通にオンエアしていただけるということがありがたい状態なんですけれども、あ、そうそう、アーカイブというか NHK オンデマンドさんでも放送がありますし、 NHK ワールドさんでもありますので、世界のどこにいてもご覧いただけますっていうのはあるんですけど、まあ本当にとりあえずはね、たくさんの方にご覧いただいて、 SNS も岡村マナでも崖っぷちさんでも両方ね、入ったら画面がなんかあれだな、嬉しいなってほんまにほんまに思ってます。何これ。そう、でもまあ本当になんか1回だけです、1回だけの放送なので、本当に岡村マナ自動検索出てきた、嬉しいね、ありがとう。1回だけです、だから本当にもうこの1回絶対に見逃さんとってください。なんでもう今のうち録画もしといてください。23時5分から3月30日土曜日の放送です。3月30日のいよいよ見ていただけます。でも実際さ、結構どうですか、あの、予告見てもらっただけでも結構なんかグッとくるように私は感じたんですけど、みんなはいかがですかね。私だけですか、そう思ったのは。振りではないです。そう、ガチガチな方、ガチな方、ガチな方やで。めちゃくちゃ楽しみになりましたね。結構1時間ぐらい見ちゃった、あの予告。そう、1時間ぐらいサーディーカーって言ってるやつ1時間ぐらい見ちゃった。同じの、同じなんか忍耐動画っていうの、あ、キャノンブルだ、そう、忍耐動画みたいになってしまいましたけれども、いや、なんか本当にさ、ため息こんばんは。で、予告も流れたので、ちょっと関係者さんだったり、こう近しいお友達さんとかにもちょっと LINE もなんかさ、こう予告、私の Twitter とかインスタとかに流れてるのと、あと、あの、公式ホームページでご覧いただけます。安成シューティングスター、ありがとう。毎日アイドル1783日、ありがとうございます。予告ね、もうちょっとうまく拡散できるといいな。ひらきこんばんは。あと今日はさきちゃんとのコラボ動画を出させてもらったんですけど、見てくれました。徳とまるこんばんは。くるーくるーですよ、本当に。そう、あの、タイにくるー、あ、ひらきありがとう、メンバーになりました、68人目、ありがとうございます。拡散しといてください、ぜひ。何をと思ったんだったっけ。やっちこんばんは。あ、そうそう、桜井長木咲ちゃんとのトロロンこんばんは。あ、69人目のメンバーになりました。ひろふみありがとう、メンバーコップンか。そう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 、何、グーデンモモルコンってなんだろう、モルゲンなんだろう、うん、そう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 、
美穂一緒に配信したいな。あのそう、さくら稲垣咲ちゃんっていう、咲ちゃんエヴァンゲリオンのねモノマネをしてらっしゃる稲垣咲さんとも一緒にコラボ YouTube を撮らせていただいて、今ねまだ、あそうそうブログ旅正解、そう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 、そのイメージだよねやっぱね。私もロケミツのイメージなんだけど、咲ちゃんとの動画も今日 YouTube にアップしたので、ぜひ見ていただけたらなと思います。もうすごくね、なんかてかさ、編集機能頑張っててんけど、やっぱりなんかねすごい可愛い声ほんまになんかお母さんと思われへんわってぐらいめっちゃ可愛いですよね、さきちゃんね。そう、めちゃくちゃ可愛いです、本当に。だからね、さきちゃんとの動画も絶対に見てください。今からハルピーちゃんと撮った動画を編集しようと思ってます。ちょっと編集がいろいろ追いついてないんだけど、この1週間で絶対に、あそうそう、アスカのモノマネ正解、そう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 、アスカのモノマネしてるあのさきちゃんです。この1週間、今大阪だよ。ツイートすると、あだってらしい、いいこと聞いた、 NHK ありがとう、すごいね、ナイス情報じゃん。 NHK レルンってタグ付けしてツイートすると再放送のリクエストとして読んでくれるみたいです。じゃあもうオンエアする前からそのハッシュタグで言うてそれはちゃうな。じいじょありがとう、嬉しい、録画しました、嬉しいです。あと拡散もよろしくお願いします、ぜひぜひ、ありがとう、嬉しい、コップンカーです。そうなんだ、そう NHK さん本当にそう再放送が多いみたいなので。130ブルー、こんばんは。あ長期時半久しぶりじゃん、元気。そうなんで、その再放送にも乗るぐらい盛り上がるといいなと。健三郎さん笑う、それなおなおこんばんは。そうなんですよ、盛り上がるといいなと思っております。いや本当にね、どうします、マジでどうしましょう。なんかもう楽しみだけど、早く見てほしいけどまだ見てほしくない気持ちとかもあるというか、なんか見てもらうってことは終わっちゃうわけやからね、すごくこういろんな気持ちです。130ブルー、桜ありがとう。そうなんです、本当に。そうでもさきちゃんとのね動画は、あ本当ありがとう、爆音さんじゃん、やっほー、ありがとう、昨日畑さんと楽しかったです、お話できて。あフォローありがとうございます、お前で。そうだから畑さんとか、あと今ね3人ぐらいかな、約束してます、コラボの NHK 録画すんで。ありがとう、嬉しい、録画して実際も見てくださいね。そうなんですよ、ぜひ、そして拡散もお願いします、あとリクエストもよろしくお願いしますいっぱいお願いさせるやつ。そう NHK さんは再放送が多いみたいなので、5回ぐらい目指したいですね目指せ再放送も。そう舞台の役柄は結構今までの私にない、かなりニュージャンルな、かなりニュージャンルな役なので、ちょっと舞台の方もねどうなるかという感じですけど、オリフォーでの後にウキウキで番組見られますよね。いやそれな、私も、いやでも本当そうだよね、なんかいろいろさ始まるね今週ね。マルンピこんばんは。なあ本当いろんなことが始まります。だから久しぶりに本当ラストエのスタッフさんだったりにも、あの阪神優勝だ、あ阪神戦行ったで、そうあの連絡して、ぜひご覧くだ、お忙しいかと思いますがぜひご覧くださいっていうことを言っております。今けどなんか月曜日もっと直前に言った方がほんまはええんやろなって思うねんけど、なんか忘れちゃったら嫌じゃん、マナがそうマナが忘れちゃいそうで怖いから、プルプルお疲れありがとうとか、あの人送り忘れたとかなると嫌やから、一応ねちょっと早め早めで送ってます。予告見てきた、ありがとう。うん、えそう
んのシャンパン開けてもうたわ、おもろい。そうやったん、知らんかった。そうやったんや。配信来てくださいよ、ぜひ。ショールームも毎日やってるので。プルプル花束とバラありがとう。元ラストアイドルの岡村モナがチャンスを求めたい。予想外の展開で夢をつかめるのか。あ、ゆきちゃんやっほー。稲垣さんとはぜひあの YouTube を見てくださいね。稲垣咲ちゃん、そうそう、私髪めっちゃ伸びたやん。めっちゃ伸びたやろ。そうなの。おかちゃんこんばんは。そうなんですよ、めちゃくちゃね、本当にね、あの予告なんかさ、予告だけで本当になんか結構私はスタッフさんの愛を感じまして、いっちゃん最初に映ってるシーンっていうんですか、ゆきちゃんありがとう。いっちゃん最初に映ってるシーンがもうまずバンドワゴンなの、結構エモくない？うん、なんかねエモいよね。いきなりさあっこで、そう、いきなりバンドワゴンから始まるその番組のスタッフさんのセンスというか、ゆきちゃん桜ありがとう。あのライブ場所、あの1個目に映ってたライブ場所でもほんといろんな曲をね歌ったんですけど、あ、皆さん予告見てくださいね、今日予告出たので。なおなおありがとう、70人目のメンバー。あっぷんか、そう、今日予告出たので皆さん CM 見てくださいよ。バンドワゴンから始まって、で次にパフォーマンスしてる動画が映るのが青春トレインっていう、なんかねえ、なんか結構私はうおーって思った。なんかあー、もうこの なんか単純に予告が放送されたってだけでもすごい嬉しいんですけど、なんかねもう泣かせに来てるなというかマナがね、マナが勝手に泣いちゃいそうになりましたけど、のたこんばんは。いやー、あの予告だけでほんまにマナもご飯3杯食べれるぐらいなんか感動しちゃったなという感じですね、本当ね。そう、予告、そうです、私さっきツイートしたのでぜひ皆さんリツイート、いいねお願いします、拡散してください。タイのテレビ番組どんなのだろう、あー、それもお楽しみにだね。でもあと1週間でみんな見ちゃうの。なん、チームブレスレットありがとう、なおなおでピーナッツです。そうですね、本当に岡ちゃん桜ありがとう。本当にね、たくさんの方に毎日あの動画はちょっとインスタのストーリーとかは投稿しようかなと思います。うん、本当になんかいろんなことがあったなって、あの動画だけでもなんかすごい思い返せるし、あの予告だけでもめっちゃ面白そうだなというか、あの CM のたった30秒だけでもすでになんかいろんなことがあったなってなっちゃう自分で。そう、うわー、なんか懐かしいなーってすでになってしまうぐらいには本当にね、濃い1ヶ月でした。すごくその1ヶ月をどう1時間というか40何分に収めてくださっているのかというのはちょっと私も読めないので、ただただ楽しみですね。うん、わかる。ママアンタッチャブルさんのね反応嬉しいね、あれあんだけね。本当ですよ。うん、そうなんです。いやー、ひらどんちゃんこんばんは。そうなんですよね、今予告見ていきました。ライブやら番組出演やらすごそうですね、いろいろありましたこの1ヶ月なんかやっと言えるみたいな方も正直私はあるので。おかちゃん花束ありがとう。ハシピーこんばんは。そうね、やっと言える感も正直あるから、まあそういう意味では早く言いたいんだけどね、あとちょっとですね。ねえ、でも寂しいよ、だってオンエアしたら終わっちゃう。なのでオンエアまでにまあちょっとでもこう楽しみにしてもらえる要素としてなんか YouTube だったり SNS だったりで
もうちょっと盛り上げれたら、あとコラボ配信とかでもうちょっと盛り上げれたらいいなって思ってますので、マナティコラボしたがってるよってみんな推しメンがいたら言ってあげてください。言ってあげて、言ってください。ぜひよろしくお願いします。そうですね、本当になんかドキドキですね、私もどうなるのか結構ドキドキです、うん、そう釘刺されたというかマジで監視されてたマジで何をやってもね見られていたので、本当にねあれ恥ずかしかったですねそんなこともありましたけれども、まあ楽しかったですね今思うと。舞台の方もね今日はちょっと告知がありましたけれども、浅草で4月24から28日、ちょうど1ヶ月後か、まんまほんまやね、まんま1ヶ月後やねでやりますので、ぜひお楽しみにしててください。浅草ね見に来てもらえたら嬉しいです。3月30日どうやって過ごそうかな、マナなんかどうやって過ごせるかな、逆にお昼は誰かとご飯でも行こうかな、せっかくやったら。なんかねこういう自分一人のドキュメンタリーってラスアイの時代でも経験がないので、私一人のねっていうのは本当に一度もないから、なんか どうやってその日を過ごせば、どんな顔して過ごせばいいのか分かんないです。ドキュメンタリーめっちゃもろい。タイ人の彼氏疑惑ねそうあ、その通り、オリの2戦目は見ないといけません。心を落ち着かせるために、ライブいいねありがとう。じゃ心を落ち着かせるために、ね、オリの2戦目は見ないといけませんね。オンエア前とオンエア後は私も配信したいなとは思ってますけれどもね。いやーねえ、あきひろさんこんばんは。どうしよう、本当にドキドキでもうこの話しかできない、ここすもうこっから当分オリの2戦目は大事ですよ。ピッチャーもねまだ出てないですからね、オリはね。開幕戦のオリックス勝ちが見たいね、ほんとそれ勝ってほしいなと思いますがね、え本当ですよ。いやー確かに開幕京セラって確かにね、ねえ本当ですよね。どうやったらたくさんの方に見てもらえるでしょうかと思ってます本当に。まあコラボ配信がやっぱいいのかな。でしょ、忘れちゃダメだよ。そうですね、ちょっとね怪我も結構あるみたいだからね。ごきげんよう原始生産、ごきげんようこんばんは、マナティです。ありがとうございます。京セラドームの開幕戦も10年以上勝ててない。え本当、京セラドームの開幕戦は去年勝ったんちゃうかったっけ。開幕じゃないけどね、本拠地開幕は去年勝ったよね、確かね。2017以来、あ本当そうなの。 お風呂上がりお疲れ様。あそうなんだ、2017以来なんだ。東洋平たけしさんこんばんは。そっか去年負けたか、なんか勝ったイメージあった。そっか去年負けたんか、あーなんかそうや、負けが続いとったわ、続いとったんやったっけ、そうやわ、あー思い出したわ。そう、京セラはいつもね阪神さんがあのね最初はそんなんやったな。現地観戦して勝ちましたよ。よう覚えてんね。ビール飲んだ日
ヨシーパパこんばんは。よく覚えてるよね。マナティその日現地観戦してた、うん、あ、ほんと2017年か我々も褒めてほしい。え、どこでやるんですか？ああ、そうだったかも、確かに。ドゥ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 、デイバイデイ、どんなスピードで追いかけたら。そう、オリファンです、オリ姫です。ドゥ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 。そうそう、どこで、阪神さんどこでやるんですか？東京ドームですか。あー、ほんと、そうだったんだ。ビジター開幕です。そうか、そうでしたか。本人より、本人のこと詳しいオタクあるある間違いなくそれはオタクあるあるで、おま、うん、いや、先発は強いですよ。ごめんなさいね、ごめんなさいだけど先発は強いです、マジで。オリは、でも一見ピッチャー王国、投手王国に見えるんですけど、実は最近野手にも王国がかかっているというね、素晴らしい状態でございますね。そうなんですよ。ちょっとじゃあそろそろ TikTok ライブ終わろうかな、 TikTok ライブじゃあそろそろ終わろうかなと思います。んでもなんかこの時間にやるとやっぱいっぱい来てくれるんだね、嬉しいわ。おみおみさん、こんばんは。マナティです、マナティと呼んでください。こんばんは。そうだね、確かに外国人選手枠はね、どうなるだろうな、読めないよね、マジで。そう、私やっとこの前そのオープン戦見に行っていろいろと整理がついた感じです。あ、そう、 NHK で私のドキュメンタリー番組があります、ぜひ見てください。詳しくは SNS をご覧ください。めっちゃ日本語上手やん。ちゃうねん、日本人や言うて明るい太陽さん、こんばんは。そう、ぜひぜひ、NHK さんにて、 NHK 総合さんにて、3月30日23時5分から崖っぷちさん世界のどこかで再デビューという1ヶ月間タイに過酷ロケに行ってまいりました。日本人に見えないですか？嬉しいんだよね、アジア顔ですか、やっぱり。そうなんです。で、いろいろ直談判したりだとか、自分で情報を集めたりだとか、いろいろと、あ、そうなの、いろいろと、いろいろと頑張ってきたので、ぜひ見てください。そして今日ね、予告が発表されたので、発表というか今日予告が流れたので、ぜひその予告も見てもらって、可愛い推しに見えました、嬉しい。そう、メグこんばんは。ぜひその予告も見てもらって楽しみにしてもらえたら嬉しいです。ツイッター、インスタにね、予告は投稿したので見てください、お願いします。あくまで噂ですが、 NHK は再放送リクエストが100件を超えると必ず再放送があるとか、再放送リクエストしますわ、イエーイ。おかちゃんハートありがとう。みんなこれはオンエアし終わってからしてねじゃないと何事、何事案件だからね。ちょっと待って、みんなに見せるわ。さっきのなんだっけ、再放送のお願いはハッシュタグ、こういうのはハッシュタグやねんな、これこれこれらしいです、をリクエストします。 NHK レルン、レルンって何、再びとか意味。フォローしてください、フォローしてください、見てますよ私、フォローしてください。そして私のドキュメンタリーがあるのでそれも見てください絶対見てくださいそうですよ、うん、そう、生は無理です、録画もお願いします。うんうん、副業ありがとうございます。レルンって何、リランって何、うん、NHK さん放送前に再放送依頼がすごいんですがどういうことですか、おもろい。リランってどういう意味か知ってる人、ビバンならわかるんですけど、リランってなんだろうね。ハッピーハッピーハッピー、チュン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 、どんぐり、ヤッホー、ひめりさんお誕生日おめでとう、ハッピー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 。それで、うん、再放送って意味なんだ、あーなるほど。100件は確かに結構あれだし、なんか
嘘、推しがメガネ女子です。私のことですか、じゃあそう。でも自分でなんかツイートするのちょっと気まずまるだよね気まずまるだけどちょっと覚えとかしちゃうかもしれない。あ、リプレイのリと走るのランです。ほー、わかりやすいね。確かにそれを言うと再放送。なるほどね、そうなんだ。フォローありがとうございます。おーみおみさんありがとう。あ、サワディーかー、タイの方だ。サワディーかー、チャンチューマナウかー、ありがとうございますドラマやないか言うて。3月26日、ハピー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 、マングースこんばんは。やばい、本当にどうしよう、もうオンエアされてしまう。いやちょっとどうしたらいい。まあということで、マナは今から編集するね。明けましておめでとうみんな、12時だよ、明けおめ。ということで3月の30日ですね、 NHK さんにて、 NHK 総合さんにて23時5分から、崖っぷちさん世界のどこかで再デビューという MJ だ、タイの私が1ヶ月間、もうめちゃくちゃ過酷なロケをしたドキュメンタリーが、いいこと言うね、ドキュメンタリーが放送されます。3月30日今週の土曜日23時からです。キングダムの前です。うん、違う、際どい判定の時は間違ってる、違う、そのオリックスの話せんでいいねんこの時にねえ、でも時間拡大版も私も見たいです。正直だって1ヶ月のことをほんと40何分にしていただいてるので。あ、スプーンありがとう。そんなね、もったいない病が私も出ちゃいます。そう、キングダムのしかも最終回の前らしいので、キングダムのファンの皆さんもぜひ見てもらいたいですね、正直なことを言うと。なので皆さん拡散もお願いします。本当に1ヶ月間ハートミーありがとう。スプーンすごい、なんだ今の。1ヶ月間本当にいろんなことがありました。萌え萌えかわいい、あ、嬉しい、 D チャイかー、サワディーかー。黒曜子って何、黒曜子ってなんだろう。本当に1ヶ月間いろんなことがあって、1ヶ月なんて言うっけあれ、シェアハウスじゃなくてルームシェアじゃなくてなんだっけ、ホームステイだ、ホームステイしたりとか、直談判でいろんなとこに歌わせてもらいに行ったりとか、まさにちょっと今日予告にもあった通り、ちょっとテレビにもね出れちゃったりしちゃったり、どうだったり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 だとかですね。そう、いろいろ。何あの番組の復活番組って何ですか。孫悟空こんばんは。まあ、日本でね、私は秋元康さんプロデュースのラストアイドルというグループでいたんですけれども、牧竹志畑ありがとう。まあこんばんは。そのグループがね解散してしまいまして、でまあその後私はどうしたらいいのかという、そうなんです、どうしたらいいのかという感じがあった中で、タイで、そうちょっと日本でくすぶってる子がタイで再デビューできるのかどうかという、もう本当に私を追いかけていただいた1ヶ月でした。まさかね、かっくんこんばんは。うーん、あ、あるある、なんて読むんだ、あれでしょ、さきちゃんとのコラボ配信言ってくれてた方でしょ。こんばんは MJ。 それなんて読むんだっけ、桜餅ありがとう。なんて読むんですか、あるあるさんこんばんは、岡村マナです。マナ T と呼んでください。私もアクティさん不足ですね。そう、元ハートありがとう。どこまでさ、マジで放送してもらえるかわかんないんだけど、本当に私はもうできることを一生懸命やったので、元桜ありがとう。岡村真奈さん舞台もやってるんだ、 NHK でも演技で活躍してるところみたいです桜待機してておもろい。岡村真奈さんって演技もやってるんだ、朝ドラとか出てほしいな桜ひろろさんこんばんは。え、マナティ朝ドラとか似合いそう、桜アイドルのドキュメンタリーとか見てたらアマちゃんを思い出すな、出てそう桜でハッシュタグ NHK、なんだっけ、リランか MJ スーパーウィン桜ありがとうね。オリックス2連勝した状態で見たいですね、ぜひともね。そうです、よろしくお願いいたします。 MJ 桜ありがとう。ちょっとじゃあ私は
そうだね、さきちゃんとのコラボ見てくれましたか？そう、稲垣さきさんと。ちなみにマジでコラボ、動画が回ってない時もう何て言ったらいいのかな、そう、元気出てくるかわいい桜でも時期的に4月やから使っててもバレへんで、今ならいける。そう、結構ね、動画が回ってない時でもさきちゃんと、さきちゃんとかごめんなさい勝手に言わせてもらってるんですけど、稲垣さんともお話しさせていただいて、やっぱロケのプロなのでね、ロケについてとかいろんなお話をしてもらったり、いっぱいなんか助言というか素敵なお言葉もいただいて乗り越えれたところもあったので、ぜひ見てください。 YouTube ね、まずは YouTube ぜひ見てください。そして崖っぷちさんの予告 CM 告知は私の Twitter インスタに今日は載せましたので、ぜひそちらも見てもらえたら嬉しいです。そう、2番セカンド田中さんこんばんは。私が DM を送りました、稲垣さんは。あ、そうだよ、さきちゃんの動画を私 YouTube にアップしたから。そう、サイコロ旅の正解正解、それこそもうなんて言うんだろう、崖っぷちロケだよね、ほんと同じ、他人事とは思えないってだから言ってくださいました。本当に30日予約しまし、嬉しい、タクタク嬉しいんだけど、ありがとう。そう、絶対に予約して、そして見てください。そう、言葉の通じないヨーロッパをブログ旅、そう、やっぱみんな知ってるよね。そうそうそう、私もそのイメージで、ありがとうブレスレット、スーパーウィン、ありがとう。そうなんですよ、うん、ありがとうございます、拝見いたしますね。嬉しい、言いましたよ、今テストしますからね言うてテストしますからね言うて、頼ますよ言うて、お前でね、さきちゃんはやっぱ可愛い、声も可愛いし、だしなんか私に対してのお言葉が本当に優しいから、すごくあのタイミングでお会いできて嬉しかったです。私ね、タイでまさかお会いできるなんて思ってなかったですからね、という感じですね本当に。あ、ありがとう、はじめまして、山岸まりなさん、はじめまして、岡村まなです、マナティーと呼んでください、よろしくお願いします。あね、出川さん対ロケしてた、面白かったねあれ出川さんでもなんだかんださちゃんと通じてはったのおもろいよな、うん、知名度がない時の岡山も、あーそうなんだ、よく見てんね源三郎さんあんたさすがだわね、大変だったと思うよ、でもさきちゃんもいろいろお話伺ってて、つがやんこんばんは。でもだからこそすごく褒めてくださったのが嬉しかったです。今日 YouTube に頑張って編集も終わらせてアップしたので、YouTube 見てね、さきちゃんとのコラボ動画です。そして3月30日は23時5分からタイのドキュメンタリーが NHK 総合さんで放送されますので、それも見てください。あ、フォローありがとう。そして、そのキングダムの前ですね、そしてその後、4月の11日に、お話し会があります、お話し会がありますので、ぜひそちらもご覧ください。ご覧くださいじゃないね、それは1対1でお話しできる会がただいま受付中ですので、ぜひタイのこのドキュメンタリーの感想だったりも伺えたら嬉しいです。そして5月の中旬よりの前半、12日13日ぐらいのイメージで、日本東京でイベントができたらいいなと今予定してますので、その辺も開けといてもらえたら嬉しいなと思います。あ、そうなんだ、ビューショーチクさん、そうなんだ、生中継なんですね、そうなんだ、うん、タイ生活の美味しい、あーもちろん、まだ SNS にちょうどアップしようと思ってた、そうそうそう、浅草は4月の24から28日浅草の舞台が、あります。ちょっと私メンヘラというかホストにハマる役で、結構なんかぽくないというか、行ったこともないのだがって感じそうなんですよ、なのでそれお楽しみにという感じです。ちょっとね、わかんないです、虫歯グルメに入りますか、どうですかねいやでもなんか予告とか見たほんまいよいよやねんなって、ちょっとなんか自分が結構感心しちゃって、なんか始まるんだらじゃないけど、もう始まって終わっちゃうから、ね、いよいよなんだなという思いをなんかいっぱい背負って
はあ、頑張りたいと思います。本当にね、何言うと思った、あ、そうそうそう、ぜひ再放送も目指して、再放送も本当なるぐらいの反響をいただけるぐらいの、嬉しい。だってさ、本当にもうここでさ、もし本当にね再放送になったらマジでみんなのおかげじゃん。そのマナがどうこうじゃなくて、本当に本当にみんながやってくれなきゃ本当にできないことじゃないですか、再放送に関しては。だってみんなの反響がないとできないことというか、なんかそうやって一緒になんか作り上げれる感覚ってちょっと久しぶりな気がして再放送できたらいいな、本当に心から思います。再放送できたらいいな。スパイシーなの？そうでもタイはね辛いよ、結構全部辛いですよ、うん、ホストな、いやでもまだ分からへん、まだ行ったらハマりそうちゃう、マナの性格ってハマると思うな。でもこういうタイプやから、マナさんこういうタイプやから、結構一回行ったらめっちゃハマりそうやけど、どうロイヤルホスト、ロイヤルホストは京セラの裏にあるからな、あ、ことちゃうからな、そうそう、ホストでもロイヤルホストはね、あ、こう美味しいですからね、普通に。京セラの裏はまあまあ混んでるからな、試合前行くとな、気をつけてくださいね、言うて。じゃあ TikTok の方からランキング見ますね。うんと、どんなスピードで追いかけたら、めっちゃハマってるこの歌、てて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 、てるてんらららら、たたらんた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 ん。よい、ことね、おやすみなさい。3位、タゲゼニ、ありがとう、ゼニ、ありがとう。2位、スーパービン、ありがとう、ビン。そして、流行る大都市先輩が、ずんだら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 、パーン、ケンザブローさん、ありがとう、おにぎりでした、ありがとう。ありがとうございました、TikTok ライブの皆さん。コップンカー、コップンカーです。おやすみなさいませ。無趣味よりいい、あ、倉本さんありがとう。そうそうそう、カレンタンと一緒に見に行った、楽しかったです、めちゃくちゃ。そうなんです、ぜひ TikTok の皆さん3月30日見てね。よし、じゃあショールームさん読もうかな。ちょっと一回じゃあ TikTok の方まず終わるね。 TikTok ライブの皆さん見てくれてありがとうございました。バイバーイ、またやるね TikTok ライブ、ちゃんと可愛い顔してる時になんじゃそりゃ。はい、編集するね、とりあえず私は頑張ります。バイバーイ、 See you。 もはや編集を TikTok でするのもあれだけどね。バイバーイ、ひょん、あ、終わった終わった、ありがとうございました。 Day by day、 どんなスピードで追いかけたら、また君と巡り合えるから、変わらない日々、ドゥ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 、あ、待ってよ、ドゥ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 なになになに、はいはい、あ、そうなんだ、なんか今いろんな人から連絡来てるわ。ねえ、私も大好きこの歌、正午こんばんは、コラボ聞いてみる、え、やる、やってくれるかあの人MJ 音符ありがとう、正午ハートありがとう、やってくれるかな、ちゃんと、トゥ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 ルンドゥルンドゥント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 ゥ、ちょっと SNS の反応見ます。ちょっとみんなと、みんなで一緒にさ予告見よう。ほんまになんかマジであと4日か、あと4日なの、あと4日、4じゃん、うん、うんうんうん、ねえ4、オリ4だよ、ほんとだ、再放送リクエスト、でもこれ結構昔のあれだね、2018年の部署の関係者が拝見できる仕組みになっています、ほんとだ。でも意外と1時間前とかも割とちゃんとツイートされてるんですね。へえ、これスクショしとくわ、ありがとう教えてくれて。予告まだ見てないの？今が一番楽しい時かも。いや、なんとも言えない、なんとも言えないな。
どうしたらいい？ちょっと緊張しちゃって、私緊張しちゃって、ほんまに。まだ66リツイートです。皆さん広めてもらえたら嬉しいです。すごいな、お役に立てて何より。ありがとう、さすがです。インスタはどんな感じだろう。すごい、あ、でもいろんな、あー嬉しい。すごい、タイの方も広めてくださってるよ。なんだこれ。へえ。嬉しいな。横組みましょうか、みんな一緒に。うん。リツイートしてくる。ありがとう。あ、でも意外とインスタの方は結構伸びてますね。うん。これ予告だけで涙出ちゃうかもね。日高浩二こんばんは。そうなの。私も結構正直予告だけでね、うるうる来ちゃったよ。本音を言うと。ね、そうだよね、これ。だってこの予告がさ、バンドワゴンから始まるの普通に結構悲しいというか、なんかね。そう、畑さんとそうだよ。顔の系と似てます。日高浩二こんばんは。ツッツだ、ヤッホー。みんなでじゃあ予告見て最後終わりますよ。予告見ます。私のツイッターインスタにアップされてるので予告を見て終わりましょう。はあ、なんか本当に結構泣きそうだった、初めて見た時。いきます、3、2、1。あ、ストップ、こ違うかった。崖っぷちアイドルがタイで再デビューを目指す。どんなチャンスにもとにかく体当たり。まさかのテレビ出演、さらにビッグイベントにも挑む。頑張ってるね。いや、すごいね。日本を飛び出し世界でスターを目指す。世界のどこかで再デビュー。すごーい、すごーい。ゆず太郎ジャクソンさんこんばんは。すごい、今録画した、ありがとう。皆さんぜひ拡散もよろしくお願いします。広めまくってください。すごいよ、ほんとマジですごいことです、ほんとに。そしてハッシュタグ NHK レルンでもぜひつぶやいてくださいね、後に。すごいよ、本当に柴田さん。ねえ、ほんまですよ。結構マジでなんか本当に感動しちゃいますね。ね、わかるね。そうでしょ、これだけで結構感動するよね。ほんまですよ。いやー、まあまだ今はお楽しみにとしか言えないんですけど、もうほんとこれ見てるだけでもいろんなことがあったなーちゅうてね、なるよね。いろんなことがあったなーちゅう感じになるよね。ジャックさんハートありがとう。すごいよやっぱりさ、どう考えてもさ、 NHK で約1時間私のドキュメンタリー番組をやっていただけて、しかもキングダムの最終回の前ってもうなんかすごくない？ね、本当に。そして何度も言ってますが、 NHK さんは再放送が多い、お客さんの反響が多ければ何度も再放送をするというテレビ局さんだそうなので、どうか5回の再放送を目指して。いや、単独でね、全国ネットは本当に結構マナも本当にすごいことですね。結構本当にすごいことだよね。なんかもう何回も同じこと言っちゃって、うん、欲だけでオープン戦優勝ぐらいかな。おもろい、おもろいな、おもろいわ。1本、くっそ負けた。おもろいな。送ろう、スタッフさんに。送るわ今、スタッフさんに。よろしいかな。もうだってさ、この予告だけでさ、リアルにな、リクエストな、みんなこのリクエストもお願いね。そうそう、このリクエストお願いしますね。そう、
あのリアルにこのバンドワゴンを歌ってるとこからこの予告が始まるっていう、もうこれが結構私はもう 愛だと思う、ほんとスタッフさんので。次映る場面が青春トレインっていうのもなんかね、結構結構ね、なんかそう分かってらっしゃるというか、本当になんかいろいろ思ってくれてる編集だよね。うんね、本当にそうですよ、まさにです。本当になんか本当にね、そうだよね、本当にそうだと思います。そうそうそう、私のね、そう隠れテーマは一応ラスアイ、隠れテーマというかなんか単純にラスアイがタイでもすごく人気で嬉しかったっていうのがあって、この番組はでもラストアイドルのドキュメンタリーではないから、あんまりそこにはこう触れない方がいいんだろうなって思ってたんだけど、多分その意図も汲み取ってくださっての、だって何の曲でもいいわけじゃん、言ってしまえばね。あのそれこそフォンチュン軍記とか私あの時歌ってたから、ね、そうですよ、全然こうやってやってるとこの方が分かりやすいと思うの。パッと見、パッと見で世の中の皆さんがこうやってやってるとこの方が、あ、フォンチュン軍記歌ってるんだってなりやすいにもかかわらず、にもかかわらずバンドワゴンから始めてくださってるっていうのはもう圧倒的に意図だと思います、スタッフさんの。すごいことですよ、本当にね、すごい、本当にありがたいなという言葉しか今の私は出てこないですね。いやー緊張するね、どうしたらいい緊張しちゃうね、どうしたらいい。その後マームックとさ、こうやってやってるところもね、青春トレインですからね。ポンカンこんばんは、そうミッドナイトありがとう、嬉しい。だから私にできることはまたもう残り数日、火水木金土5日間拡散しまくるのと、霜降り明星さんのラジオに、送るダメ、やめてもらう、ダメねえ、うんね、ラスアイは多分結構出てくると思う。てか普通にみんな、あのみんな普通に推しメン映る可能性めっちゃ高いので、私以外ね、そう私以外のラスアイメンバー映る可能性 めちゃくちゃあると思うので、みんなの推しメンにも言っといてくださいねいやースティックバルーン叩きながら見ます、ちょっと間違ってるな、なんか見るもん間違ってるけど、まあいいんちゃいますか言うて、ほいさーって言いながら見ます言うて嬉しいね。ランキング見ます、編集します今から。そう稲垣咲ちゃんとね、あの撮った YouTube 頑張って編集、あれも3時間半ぐらいかかったので絶対に見てください。13位130ブルーさんありがとう。12かーいいかいかいありがとう。11位スーパーウィンありがとう、ウィンありがとう。10位ダラダラドーンちゃんありがとう。9位がプル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 ありがとう。8位がユキチャチャチャありがとう。7位が松村さん、あり松村ありがとう。6位は高弘月弘双子ちゃんありがとう。5位はごのねおやすみなさんありがとう。4位は MOTR もと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 さんありがとう。3位はとも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 ありがとう。2位は MJ さんフォーありがとう。そして流行る第一等賞先輩はずんだら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 パンみやみやみややねんありがとう、やねんでした、ありがとうございました、ありがとうございます、イエーイありがとうございました。そして本日のハッピーラッキーキーパーソナリティショッキングピンク人間さんはパン、おルルンじゃん、ありがとうルルン、ありがとう、ありがとうございました。ということで3月30日、タイドキュメンタリー NHK、 皆さんこの告知動画をリツイートしていいねしてから寝てください。すごい、でも結構引用リツイートもね書いてくださってて嬉しいですね。なんかタイ語もあるじゃん、嬉しいな本当にね。アンタッチャブルさんがさこうやって言ってくれてるのが嬉しいよね
告知もしてリアルタイムでも見てください。さあそれではありがとうございました。またね、バイバーイ、おやすみなさい。ファンディーナカー、わかる、まだもう今週楽しみいっぱいで、ちょっとどう、気持ちがどうしたらいいかわかんない、正直。バイバーイ、おやすみなさい。みんなリツイートして、引用リツイートして見てね。野生のことあんまり知らないから、純粋にガキプチアイドルの岡村マナを楽しむね。あー、そのパターンも嬉しいね、ありがとう。バイバーイ、おやすみ、良いお年を。 See you、 バイバーイ、おやすみなさい、またね、バイバーイ、ほなまた。そう、 YouTube 見て寝て。